国道386号は、大分県日田市から福岡県筑紫野市に至る一般国道である。かつての主要地方道福岡日田線の一部が国道となり、その後一般県道となった福岡県道、大分県道112号福岡日田線がほとんど重複している。日田市長が、成長目交差点国道2 1十号交点を起点に、朝倉郡筑前町で、 国道200号と重複し、筑紫野市の国道3号交点に至る国道である、終点付近の国道200号との重複部分を除き、全体的におおむね北西に伸びている。福岡から北へ続く、北大館の一つの朝倉街道として呼ばれ、その故障は、福岡県筑紫野市にある、西鉄朝倉街道駅として今も親しまれている。大分県日田市夜明け。 夜明け駅前福岡県朝倉市、山田、エッソ塾交差点に一般国道の路線を指定する、政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。日田市、編集日田市内では、おおむね南側の楠川、三熊川、筑後川と北側の日差し大本線に挟まれる形で、並行している。日田市の中心市街地からやや東側に外れた章が、聖一丁目交差点で、 国道210号から北側に分岐する、楠川の北岸に沿って約1トル進んだ、ところで川から離れ、北市中心部に入る、北市中心部にある、本町交差点を右折し北東に、約3 0 0ル進むと、北駅、北バスターミナルがあり、道交差点を左折し、約7 0 0ル進んだ三隈川沿いに、北温泉がある、中心部を抜けて下月川を渡り、 左手に三熊川を、右手に久し台本線を見ながら、約1 0トルにわたり山間部の友だ。夜明け地区を進んでいく。夜明け地区に入ると、大分自動車道も並行する。並行する川は、夜明け地区で筑後川と名を変え、夜明けダムを過ぎて新串崎トンネルを抜け、福岡県との県境付近で、久し台本線をまたぎ越して、道線と分かれ、 福岡県に入り引き続き北西に進んでいく。浅倉市、編集県境を越えて、福岡県浅倉市の旧八木町に入る。旧八木町では沿線に、いちごスモモ柿、梨ぶどうなどの果樹園が多く点在する。池田交差点の先で西に向きを変え、旧八木町の中心部を通る。中心部内の八木交差点で左折して南下した、筑後川の川向こうに筑後川温泉があり、 覇気交差点の約300メートル西側の覇気インターチェンジ、入り口交差点を右折したところに、大分自動車道覇気インターチェンジがある。さらに、約3キロメートル精神すると、原鶴温泉に入る。同温泉唯一の共同浴場、ひまわりの湯は、国道沿いにあるが、他の温泉旅館は、国道の左側にある放水路の向こう側にある。 旧朝倉町に入ったところで筑後川と分かれ、再び北西に向きを変える。三連水車を過ぎ、旧朝倉町中心部の平松交差点で旧道と、天城朝倉バイパスの二手に分かれる。平松交差点をそのまま直進すると旧道である。旧道は、旧天城市中心部の朝倉市中心部を通っていくが、朝倉市中心部を含む助けた川橋交差点以北の区間は、 バイパスの開通に伴い国道指定から外れ、福岡県道、大分県道112号福岡北線の単独区間となった。しかし平松交差点から助田川橋交差点までの間は、現在も国道指定されている。一方、平松交差点を右折するとバイパスである。バイパスは約 1km 進んだところで北西に向きを変え、旧道の北東側を通る。 浅倉市中心部から北東に外れた地域を通り、太平トンネルを抜け、小石原川を渡り筑前町に入る。浅倉郡筑前町、筑紫野市、編集筑前町に入り、約 1km 進んだところで左にカーブし、旧三和町中心部の久光京交差点を右折して、バイパス区間は終わり、再び県道112号と合流して北西に進む、筑前町役場の前を通り、 町の北西部の朝日東交差点を左折する。朝日東交差点から終点までは、国道200号との重複区、一旦南南西に進んでいき、ホ満川を渡り、筑紫の市に入ると、西鉄天神大無田線をまたぎ越しつつ、右にカーブし、西側に向きを変えて、新港住宅地の中を約1キロメートル進んだ、ところにある、原田交差点が終点となる、トンネル、編集起点から、 ありがとうございます。